あいつ本当に起きてる？あいつ本当に起きてる今。もしもし？もし？悪いな、こんな朝早くよ。起きてた？うん、いや、今起きてた。あ、そうなんだ。うん。ちょ、俺さ、びっくりしちゃってさ。何が？ちょ、おめえがさ、誰かに騙されてさ、オープンレクやり始めたと思っちゃってさ。なんで？違うよな。違うよ。自分です。ただ、いつもみたいに外部のノリ取ったってことでしょ。よかった、それだったらよかったよ。俺なんか本当に誰かにさ、騙されてさ、おめえの人生めちゃくちゃされんじゃねえかと思っちゃってさ。なんだよ。よかったよ、マジで。なんでだ、なんか俺さ、すげえ反対されんだけど、全然悪くないでしょ。いや、別に悪くない。で、自分で始めたんだったら全然何も問題ないんじゃない。あ、本当？うん。画質もいいし。そう。うん。携帯がすげえったんだよ、今。うん。なんか今まで聞いたことないバイブレーションの。うるさい聞きたくないお前の声は。あ、まっちゃん今度からさ、まっちゃん、うん、今度からさ、俺に連絡取るときちゃんと事務所通してな。え、どういうこと？いや、直接連絡するのやめて、事務所通してください。なんで？いや、なんかもうそういう今配信してる、ごめんね、言ってなかった、今配信してる、ごめんね。バリバリ今言ってなかった、俺の配信も見てるでって言ってた。よっちゃんにも言っといて、今度から順に連絡取るときは事務所通してなっつって。ひいでね。お前やったぞ、この前さ、よっちがさ、遠い目してたな、お前。この前会ったらさ、順はよ、変わっちまったなあれ。違う、なんかね、この前すげえ晴れてた日に、よっちゃんから鬼電かかってきてたの。めんどくせえ、まためんどくせえって連絡だと思って俺ずっと無視したの。そしたら、天狗ちゃんから連絡来て、純今日飲めるみたいなこと言われたの。あー、だからあれか、そうそう。そうそうそう。突然だから無理じゃん、そんなの。だからめんどくせえからずっと仕方してたら、しかその後よっちゃんから、なんか本当にひでえよみたいな泣き言ライン来たわ。やめてくれよ、本当にそういうのやめてくれ、みたいな。なんかね、うん、なんか、おめえのせいじゃねえけど、なんかいろいろあって、なんかすごくね、本当今、ガラスの心のというか、戦地になってた、ちょっとのことですげえ、やべえなってから。あ、そうなの？うん。いや、今度話聞いてやんな、なんかいろいろ大変だよ、本当に。あ、でもいいや、よっちゃんなんかそういう地獄みたいな時が一番面白いから、俺何も聞かねえわ。無視するわ。見た。プリクラでしょ？ああ、じゃあ、あれか、おめえら3人の写真ね。そう。え、なんか、それってさ、マジでちょっとタチ悪い感じの悩みなの？よっちゃんの。いつも悩んでるような。なんかね、いろいろあって、なんか、家に警察来たりとか。もう関わりたくねえんだよ、俺、あいつに。関わりたくねえ、そういう時のあいつ。もう絶対嫌だから、マジで。もうじゃあもうやめようぜ。俺たち知らねえふりしようぜ。ちょっと今度さ、ちょっとさ、なんか話聞いちゃった。よかったよかった。じゃあ、それなんか金曜日の幼稚園、なんか最近さ、だから電話よく来るんだけど、うん、あいつさ、俺がさ、おめえ酔っ払ってる時マジ俺に連絡してくんなってずっと言ってたら、普通に調べの時にさ、ちゃんとした電話よこすようになって、純ちゃん一緒にニコ生やらないみたいな。まあでもよ、もう立場が変わっちまったからよ、今度から俺に連絡する時は事務所どうしてくれ。お前の事務所の名前、あ、ムラッシュだよ。ね、なんだ、ムラッシュ。あ、じゃあ、ムラッシュで思い出してください。うん、よっちゃんと一緒にさ、ムラッシュのサイト見たんで、この前。なんでそんなにだろう。どうした あそこ前、2人しかいない。ちげえ、バカ。最近、最近中国人が1人入ったんだよ。あ、そうなんだ。うん、なんか変な、黒人みたいな女とセックスして。あ、そうなんだ。台湾ってなんだっけ、タイ人みたいな顔でいいな。まあ元気にやってっからよろしくやっといてくれ。ちょっと俺もじゃあ、俺ちょっと風呂入って寝るから。分かった、ごめんね、まっちゃん、よかったよ。俺の杞憂で終わって悪いね。じゃあ仕事頑張って。あ、いやじゃあね。はい、じゃあね。
俺も寝よう。おやすみなさい。